はいどうも、エルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ、目的地に着いたね。次はここで何かやるらしい。あれ、カウンターに誰もいないな。雰囲気も怪しい。おーい、誰かいるか。いらっしゃい。今どこからか声がしなかったか。カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか。身長が低かったんだな。身長ならパイモンの方がキョンシー。あー、おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで彼女少し変わってないか。おでこに札があるし、まさかキョンシー。ふぼくろへようこそ、ナナだ。ナナか。あー、ここでナナ出てくるのか。ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。だからキョンシー。だからキョンシー、さらっとすごいこと言ったな。こんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか。処方箋は持ってきた。衛生校なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した直令。キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生光を用意してほしい。いいよ。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか。構わん、こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲機を使ってココナッツ羊よくわからん、よくわからん。奇襲機、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天光山の上に建てた土砲で、機関術の産物の一つだ。場所は天光古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。それだけ。うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。これは難しい。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。七七って書いてあるが、名前それかなと思ってたけど、ナナなんだね。可愛らしい感じで。それを言ったら最近、クレイがね、参戦っていうか、ガチャ出たからね。
さあ目的地に着いたね。もうちょい先か。下か。羊ね。お宝発見。なんか出てきそうだけど、お、意外とオッケー。で、これか。こんなに大きいのか。さすが仙人が残したものだな。でもどうやって使うんだ。動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない。壊れているからな。え、これ壊れてるのか。千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ。勝利、早くいつもの上流階級の豆知識で何とかしろよ。ん、俺を何だと。芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければこの古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。うん、やっぱ物知りだね。で、備品室、備品室。これじゃないの？これ土で解放できる感じだね。結構普通だったな、解放ね。これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ。簡単だ。こうしてこうだ。ほら、望遠機能もついているぞ。ほう、ここはいない。ここにもいない。おい、何してんだ。ぶちかましてやればいいのに。これはこの大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に遭わせてやる。私欲のために仙人の知恵を汚すとは。
お前たちには教訓が必要なようだ。じゃあ一旦しばくか。さあ落とした。チャンスだ。沸騰したよ。トン、トン、さああと第2っていうか2回ウェーブが来るよね。あ、意外としびとり。上がってこないのか。さ、上だね。厄介なことになったな。そっから登れそうだね。そうか、イベント戦では消えないか。それであの位置は結構きついね。遠距離か、意外と石だね。だこっよし、終わり。物分かりの悪い奴らだな。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。おう、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ？先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう、もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不墓黒に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の出方を伺おう。そうだな、オイラたちだって力を尽くしたもんな。そうだね、一旦戻るか。さあ戻ってきたよ。じゃあ七条と話をしてみようかね。お、外出てる。すまないが契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけどがっかり。
こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。ココナッツ羊を使って何をする、うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるために、よく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ勝利。リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を壊せない。お前に任せるぞ。ココナッツミルクは羊から取れないよ。ココナッツミルクはココナッツから取るのよ。ナナが何やら考え出したぞ。こういう時言葉成長する。有意義な人生の授業でしたね。ナナがお世話になりました。お前は？失礼しました。私はこの不暴露の店主、白日です。白日って読むな。あれ、店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。ナナでさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。白い蛇喋るんだ。蛇がしゃべった。喋るつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。こちらは調整、悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何の御用ですか？こちらに衛生庫は置いてるか？ああ、衛生庫ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。300万モラで上質なものをご用意します。黄金屋へ強盗に入るしかない。300万。でも今は七星が黄金屋を使ってるから強盗は難しいと思うぞ。300万、特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに、潔く認めた。どうすればいいんだ。また講師に助けを求めるしかないのか。20分後。ココナッツ羊。面白すぎる。君たちそんなものに振り回されてたんだ。人の不幸を喜ぶな。あ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。不暴露に必要であればファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、この不暴露がただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか？ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛生校も特別価格で
299万モラにしましょう。300万と299万じゃそんなに違わないだろう。ふん、299万、特に気にしたことないが、普通に考えて確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したならそろそろ玉境台に戻らなければいけない。孔子殿、天守殿、七条、ではまた。面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。それで俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな？はい、孔子様。彼らは七星が黄金屋に。なるほどなるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて先祖の亡骸以外何があるというんだ。すまない。でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。壁に耳ありね。よかった、ココナッツミルクが飲める。そんなに飲みたかったんだね。不思議な出会いでしたね。今後とも閉店をよろしくお願いしますね。カモを見つけたという笑い声に聞こえるわ。あんたたちも気をつけなさい。そりゃカモだろ。さーて、衛星光を奥にしてもどこだ。あの場所ね。まあね、タルタリア。まあね、何を隠してるかっていうところもあるんだけど、まあ仕方ないか。まあバレるもんバレるからね。お、勝利いるね。これで大体揃ったかな。さて、これで労働者は雇えたし、衛星光の準備も終わった。儀式の用意が全て整うまでそう遠くないぞ。はあ、やっとだな。どうだ旅人、この岩神を送別するための旅の中で何か収穫はあったか。変わった？貧乏人の行いを体験したような、富豪の生活を体験したいと、したというか、そうだね。お金持ちにあんま見えなくなってきたんだよな。どうだろうな。旅の中の疑問はいつだって複雑だ。旅人が見聞きしてきたことは、旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ、共に総選儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。シュリ先生がおごる？おごるか。あん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜、お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ。埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。三杯酔いね。約束の時間まで待つ。そもそも場所はここでいいわけか。時間を進めよう。いや、進めすぎた感があるだよね。そうか、途中で止めれないのか、この時計って。
いやー、ウィッチャーの時はね、途中で止めれるからね。さあ、こっち。まあでもタルタリアもやっぱ動き始めたね。さあ、いたいた。ああ、来たか。注文は俺がしておいた。この三杯酔いはモンドの酒場とは違うぞ。ここの店主はジュースのような空気の読めない注文を断るからな。つまり今回はお酒が飲めると。だからお前には酒造団子を注文しておいた。そうなるよね。皆様さえよろしければ行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。おお、講談師がいるぞ。いい雰囲気の店だな。市場での評判を得るには美味しい酒の他にも環境が大事だ。しかしここでいう環境とテイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は別物だ。皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし諸行とはいかなものでしょう。ご覧ください。これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば絶景かな。いい上港の景色の大半を一望できます。行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、三名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーゆえの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いなり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。考えてみてください。紙切れとはいえ行幸様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値がおありか。それが1枚や2枚少しでも多く手に入れば、行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天堅行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました。絶雲の間から帰ってきたもの。誰だ。待ってください。私は千眼軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海邸の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。
ああ、使者でもあり秘書でもあると。正確に言いますと本職は七星全員の秘書ですが、今回は一時的に行幸様の特使として参りました。のう、噂をすれば行幸の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの、この場で礼儀が十分に行き届いていないことお許しください。しかし私が持ってきたこの手紙は行幸様が天竺園として正式に出された招待状です。あなたを空中宮殿に招待いたします。招待状だって？そうです、行幸様はこう言いました。彼女を連れてきなさい。彼女に会うわ。軍玉閣で彼女と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。クエの体との別れと。あのカンウっていう使者、言うだけ言ってどっか行ったな。でもリーユエ七世から招待状をもらうなんてどういうことだ？お金持ちと会うんだから礼儀には気をつけておこうぜ。パイモンがなんか企んでる。客人として軍玉閣に招待されるものは確かに多くない。行ってくるといい。ああ、操船儀式のことも忘れないでくれ。軍玉閣から戻ってきたら敵火衆で落ち合おう。うん、覚えておくぞ。終わったら敵火衆で合流しような。さあ、これでクリアというとこなんだけど、次回アップデートが来るまで実はこの先できないんだよね。消えたメイン任務がね。なんで、まあ、こっから世界任務とか、そのあたりか。いやー、楽しみだね。と言っても、まあ、期間がまだすぐ来るんで、アップデートはね。まあ、今回ここまでとなります。まあ、第1弾という感じかな。めっちゃワンチャンが来る。第1弾はここまでと。ね、11月11日から第2弾来るんで、まあ、多分、行幸のところと、新マップ来るのかな。次なんか日本を舞台にしてるみたいな噂があるけど、それもちょっと楽しみだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次のアップは、そうだね、アップデートが入ってメインを進めたらとなりますので、気長にお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。